さあ、今日は、もうマニアックな映像となると思います。僕が吹いているユーフォニウム、どんな仕組みなのか。まあ、多分ね、あんまり見たことのない方もいらっしゃると思うので、ちょっとだけ細かく紹介したいと思います。これがユーフォニアムという楽器です。最近ね、CM なのでね、ちょこちょこ出だしましたけど、まだまだ日本ではマイナーな楽器なんですけども、ピストンというね、この指で押すところがですね、1,2,3,4 ね、という風にあります。曇ってきましたね。大丈夫ですか？見えますか？はい、どうも。あります。これで、音を変えるんですよ。たった4本のピストンで、たくさんの音を出さなければなりません。そして、これが、抜き差し管と言います。はい。ここから、水蒸気が溜まったり、したら、もう捨てちゃうということですね。で、1番の抜き差し管、2番ピストンの抜き差し管、3番ピストンの抜き差し管。で、これが4番ピストンの抜き差し管でございます。はい。で、これがベルですね。ベル。もう、曇ってきました？また曇ってきました？失礼します。なんでしょうね。これはですね、僕のベルは世界一大きいベルなんですよ。ベッソンのベルっていうのは。はい。これ、メーカーが、ベッソンって言うんですけども、僕が当初、高校生の時に買った時は、日本に3本しかないとか言われてですね、思わず買っちゃいましたけども、本当だったのかどうかはまた分かりませんけども、高級品でございます。そして裏側行きましょうか。裏側行きましょう。よいしょ。これが裏側ですね。はい。お、ここにも抜き差し管がある。これも3番ピストンの抜き差し管。で、1番ピストンの抜き差し管。まあ、抜き差し管と言ってもですね、多分わかりませんと思います。まあ、聞き流してください。また曇ってまいりました。はい。で、これが、チューニング管ということですね。こういう風な仕組みになっております。まあ、ざっくりとした説明だったんですけども、こんな間近で、ね、楽器を見ることなんて多分ほとんどないと思いますので、まだ吹奏楽部のね、みんなもね、こんな楽器、自分の楽器をね、手に入れてみてはいかがでしょうかということですね。はい。これはね、ちなみにですね、真鍮という、金属でできております。うん。非常に男性の声に近い音が鳴るということで作られた楽器でございますので、またこのユーストリーム放送局の中でも何度も曲を流させていただいてるんですけども、はい、この楽器が奏でていました。はい、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。